皆さんこんばんは、きよみです。今日もご視聴ありがとうございます。今日はまたラルフローレンのファミリーセールに行ってきました。そちらの購入品をご紹介したいと思います。あ、そうです、ですね、これファミリーセールで購入した前々回ですかね、はい、動画でご紹介したトレーナーを今日は着ていきました。これメンズの S サイズですね、はい。で今回はですね、動画を上げているのが流通センター、今期ですね、流通センターに1回目、そして2回目に池袋サンシャイン、そして3回目が今日12月の1日に流通センターにまた行きました。通常のセール、ファミリーセールは、池袋サンシャインと流通センターで2回で終わりなんですけれども、今回特別だと思うんですけど、また再度流通センターで、セール、ファミリーセールが行われるということで、私は9時半の予約をしました。で、動画2本上げていて、1回目にベアちゃん、流通センターで、ベアちゃんを出会えたっていうお話をしてご紹介したと思うんですけれども、2回目は池袋サンシャインで全然買えなかったんですってお話したと思うんですね。で、父親と息子のものしか買ってなかったので、今回3回目なので、さすがにもうベアちゃんは絶対出会えないと思って、全く期待をしていませんでした、はい。で、ラルフローレホームのバスタオルとかフェイスタオルを、1回目の流通センターの時に父親と母親に頼まれてたものを結構買えたので、まあ、そのタオルとかが買えたらいいかなっていうのと、あと、父親にネルのシャツ、チェックのシャツを買ったんですけど、それがすごくあったかくて、着やすいということで、それがまたあったら、買ってきてって頼まれてたので、それがあったらいいなっていうふうに思って、参戦しました。はい。でですね、どうだったかというとですね、なんと全く期待していなかったのにベアちゃんに出会いました。もうすっごい可愛いベアちゃんに出会いました。はい、前置きがすごく長くなりましたが、購入品をご紹介したいと思います。では早速スタート。じゃーん、もう今回は大量に買ってきました。じゃじゃーん。こちらバスタオルを買ってきました。こちらも、通常のセール価格から 30% 引きだったので、かなりお安かったです。はい。で、これ、2枚。はい。また買ってきました。はい。新調しようと思いまして。はい。で、あと、じゃじゃーん。じゃじゃん。こちらの、これもベアちゃんの、かわいいんですよ。これ、ベレー帽かぶってるんですよ。こちらの方の、フェイスタオルになるのかな？はい。フェイスタオルですね。こちらを、買ってきました。これも枚数なくて、なんか2枚だったかな。こちらもすごい人気で枚数少なかったんですけど、こちらを買ってきました。はい。じゃじゃーん。こちらの、これはね、ハンドタオルですね。これ、こちらの、ベアちゃんまたお揃いで、この赤いステッチがすっごい可愛かったんですよ。ねえ、なんかすごい可愛い。これとこれがお揃いかな？これが、こちらと、こちらがお揃いでございます。はい、これを買ってきました。で、これは何枚かお友達にもプレゼントできるかなと思って何枚か買いました。あと、じゃじゃーん、こちらのタオルもすっごい安かったんですよ。これも赤と、あとこのね、ブルー
も買ってきました。これまたポロの刺繍がしてある、みんなねラルフローレンポロの刺繍してありますけど、はい、こちらとこちらですね。はい、あそしてじゃじゃーん、こちらのまたキャップ、こちらもまた買ってきました。すごい可愛いんですよね、これ。これもまたお買い得でした。でもういつもキャップいっぱい持ってるんですけど、これ春とかにいいかなって思ってまた買ってきちゃいました。なんかいつもベアちゃんのキャップが最近多かったんですけど、これはポロの刺繍がしてあるちょっと大人っぽい感じのもの、ピンクですけれども、このピンクすごい綺麗だったので、はい、なんか真っ白でピンクでスニーカーピンクでっていう合わせてもいいかなって思ったり、ピンクたくさん持ってるので、まあ今の季節はちょっと厳しいかもしれないですけど、春とかにもこれあのいいかなっていう風に思ってこちらも買っちゃいました。はい、はい、こんな感じで、小物を、あとホームの方をあのたくさんタオルご紹介したんですけど、皆さんお待ちかねのベアちゃん、いよいよベアちゃんの出番でございます。ご紹介したいと思います。はい、じゃじゃーん、またボーダーこれと変わらないじゃんとか思う人いると思うんですけど、ちゃんと変わります。はい、洋服がちゃんと違います。はい、サングラスまたしてますけど、またボーダーって感じで、入ってすぐのところに2階なんですけど、はい、右側にこれがなんとバーッと飾ってあったんですよ。すごい可愛くないですか。でこれはメンズなんですね。でメンズのサイズ結構たくさんあったんですけど、これは L サイズを買いました。 M でもいいかなと思ったんですけど、あのこれがね S サイズだからメンズの、はい、なんですけど、まあ、ちょっと大きめにあのカジュアルな感じでダボっと着るのがいいかなって思って、でこっち L サイズを買いました。可愛くないですかベアちゃん、これすごい可愛い。はい、なので急にベアちゃんが入ってすぐにベアちゃんがいてすっごいびっくりしちゃいました。はい、そしてですね、今回は本当にこのベアちゃんにいきなり出会えたんですけれども、なんとなんとあともう一点ベアちゃんに出会いました。はい、ではいよいよ皆さんはい、では皆さんにご紹介したいと思います。はい、じゃじゃーん、可愛くないですか。フードなんですけども、もうすごい可愛いんですよ。見てください、スキーを持っています。またなんか私前回買った紺のベアちゃん以外みんなサングラスしてる、これはまああのスキー用のものだと思うんですけど、可愛くないですか。でこれはレディースの M サイズです。それでこれも入ってすぐに9時、私が入った時は点々ってちょっとしかなかったんですけど、ずっとまあ1時間ぐらいいたら結構次々出てきてこれが並んでたんですけど、お店なんか XS と XXS がすごいほぼで、であのこのサイズ私 M サイズだと絶対着れないかなと思って、店員の方にちょっと L サイズがないかなと思って聞いてみたんですよ。そしたら今回このパーカーは XXS と XS がもうほぼで、あのこの M サイズがあるのがもう超レアですよって言われて、ほとんどあの XS と XXS 以外はもうほぼないので、もうとってもとってもあのレアですので、ぜひぜひぜひっておすすめされたんですけど、それであの着てみてくださいって言ってくれたので、着たら全然余裕だったんですよ。はい、で、まあ、このメンズの S もまあちょ大きめというか
大きいぐらいだったので、でもレディースはちょっとなって思っていたら、だいたいもういつもメンズのサイズで買っていたので、レディースはこの間 XS ありましたけど、 あまりにも小さそうで諦めたので、ちょっとなって思ったら全然大丈夫だったんですよ。もうびっくり、それにびっくりしたんですけど、はい。でこれ買ってきちゃいました。なんと、なので池袋のサンシャイン全然なかったのに、まさか3回目の流通センターでこんなにベアちゃんと出会えるなんて思ってなかったです。で私これもボーダーなんですけど、 T シャツもボーダー でこれがチェックという、なんか無地じゃないっていう感じなんですけど、でグリーンももうほぼ着ないですね、着ない色ですね。まあ、グリーンがトレンドカラーになった時に取り入れるっていうぐらいで、もうグリーン全然全くほぼ着ない色ですけど、でせっかく出会えたし、お店の人にレアですよって言われたので買ってきちゃいました。はい、こんな感じで、だからもう多分で私が帰る頃には結構ずらっとこれが並んでたんですけど、あんまり持ってる人いなかったので、多分サイズが XXS とか XS だったっていうのもあるし、あとチェック、黒のチェックグリーンっていうので合わせるのがねちょっと難しいからかもしれないですけど、はい、私はもうせっかくだからねグリーンもちょっと着こなししてみたいと思います。それもねご縁というかきっかけ、グリーンはあんま着ないけども、まあ、出会えたというのでちょっと一歩踏み出してみてグリーンの着こなしを楽しむっていうのもねいいかなと思いまして、はい、ちょっとね3回目も行けるか分かんなかったので、せっかく行けたということで、はい、でベアちゃんいつもあるわけじゃないので、はい、買ってきました。はい、今日はもう本当全然期待していなかったのに本当にすごいベアちゃんに出会えて本当に最高でした。はい、こちらもこっちのベアちゃんとも出会えたし、なんといってもこちら、ね、はい、出会えたので最高でした。はい、今年もあと1ヶ月ですけれども、12月1日幸先いいスタートを送りました。あと1ヶ月最高に幸せな感じに過ごせると思います。そして来年に向けてとてもハッピーな、はい、スタートでした。はい、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画いいねと思っていただいた方はいいねボタン、そしてチャンネル登録まだの方はぜひぜひよろしくお願いします。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。